はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。うまい水様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。左翼監視団から画像提供ありました。暑い中あんなに頑張ったのに残念な結果に終わった連邦応援団の皆さん、ニート、無能、夢のなんつったっけな、本当の名前は、コラボの代表と真ん中の女性がわからない、右の人は総係の仕切りの菱山直子っていう活動家です。こちらは東京新聞の望月磯子たちですね。それと街頭活動周辺、まあ蓮舫の選挙活動ね、蓮舫さんよろしくとかじゃなくて、蓮舫の名前入ってないチラシ配ってるような、街頭活動、弁護士の腕章の男たち、真ん中のは共産党の山添拓ですね。弁護士だからなんだって話なんですけど、法的措置をちらつかして街頭活動を守ってるんでしょうね、これね。連中は連中で、怖いんでしょう。こっち側の人らが殴りかかるとかさ、そういう血の気が多い人、桜田修正さんみたいな人も、中にはいますんでね。そういえば共産党の山添拓って、弁護士でもあったんですね。勝手に電車の写真撮るのに敷地内に侵入したりなんかつ軽犯罪も犯しておりましたけれども、連邦応援団が新宿や渋谷に大量の R ステッカーを貼りまくる。杉並とかでも発見される。都がの都議、連邦プラカを持った人が貼ってるのを見ました。ということで、まあ、確実、記者に勝手に貼られたとは思うが、これについてどう思うかと聞かれた連邦さん、鬼の形相になってしまう。で、主語はどこに？質問の意図がわかりません。と、はぐらかしてしまうというね、鬼の形相。世論です。ロケット弾提起、せめていたわってやれよ。ネオシールズ、いたわってやれよは暑い中張ってまった応援の人らなんですよね。自分は関係ねえみたいな顔してるけど、こうやって支持者もバカにするから蓮舫はどんどん味方がいなくなる。ちゃんと綺麗に剥がせよ。味方に首絞められてんな。楽天がバックにいるのかと思った。私も思った。楽天の仕業かこれ。何も言わなかったんだから容認したようなもんだろ。応援はありがたいが違法なので剥がしてくれぐらい言えんのか。こいつ二重国籍の時も意味がわからんを繰り返して逃げてたよな。自分の支持ではない応援者の自発的な行動だが、迷惑かけたようなら申し訳ないって言えないところが幼稚ですよね、誠に。まあ幼稚じゃないと立憲議員なんかやってらんないですけどね。二重国籍で詰められた時も意味がわからないで逃げたようですから、得意技なんでしょう蓮舫さんの。意味がわからない。それはあなたがバカなだけだよって思うんだけど、意味がわからないで逃げるのが得意技なんですよ。共産に散々借り作っちゃって、今後どうすんでしょうね。共産党にですね、応援演説に来いって言われたら断れんだろうか。しれっと立憲に復党すかね、それともね。現代ビジネス記事。蓮舫は泉健太代表が嫌いな模様。嫌いっていうか、軽んじてるみたい。枝野さんや野田さんなど他の応援名士の時には壇上で並んでいるのに、泉さんの時だけ並ばなかった。そして泉さんが演説を終えると握手をすることもなく目を合わせることもなく入れ替わりで壇上に上がったんです。いくらなんでも代表への敬意がなさすぎるし感じが悪い。まあちょっとありがとうございましたぐらい言うよね、自分の党の代表が演説に来たらさ。あと並ばなかったっていうのは、一緒に写真撮られるのが嫌だったんでしょうかね。泉代表は平日の1回しか応援に呼ばれることはなかった。蓮舫は都心を中心に街頭演説をやっていた割に、泉さんを呼んだのは立川と遠い場所、しかも平日。遅れたら蓮舫さんから何を言われるかわからないので、泉さんは2時間前には国会の事務所を出発したそうです。随分ビビってますね泉健太。遅れたら何を言われるかわからない。蓮舫を怖がってますね。泉代表に近い立憲議員、人として終わってるよ。そういう人への配慮とかこれまで全くやってこなかったんだろうね。まあ人として終わってる以前に始まってない。そういう人間性がにじみ出てるから支持も広がないんだと思う。まあ
同僚の立憲議員にも人として終わってるってきついこと言われてますけれども、身内にも随分評判悪いみたいですね。世論です。民族の違いなのはね、山本太郎も逃げ出すヤバさ、始まってもいないなら終わってないのか、副党拒否無所属で衆院選勝ったら戻してやるわーって流れかな。厄介払いできてよかったね。次は共産党から立候補だろうな。選挙中に言えや。そんなの見せたら大体わかるけど、前から人間性には疑問持たれてたろう。まあね、仕分けとか言って官僚や役人を締め付けて詰めてるところから、まあ、人間性はまあ悪いな。立憲内部はネクスト内閣ごっこの古株が仕切ってて、泉は代表だが墨で小さくなってんですね。この蓮舫に対するビビりようからするとね、蓮舫にしてみれば泉に、代表だからって言ったって素直に頭下げられないんでしょうね。中国人はメンツ大事ですからね。蓮舫が強圧的で威圧的なのは、なんか中国共産党の報道官にそっくりなんだよな。ついでにですね、お前何言ってんのって意味不明なこと言うのもそっくり。なんかしんねえけど威張ってる。変なこと言いつつ威張ってるっていうのもそっくりですね。泉としても威張ってる蓮舫、煙たいから党を挙げての応援はせずと。結果ですね、蓮舫が個人的に近しい野田佳彦、枝野幸男、辻元清美に応援演説回数が偏ってしまったと。まあこの3人ぐらいしか頼める人がいなかったと。ついでに共産党の応援が目立ってしまった。立憲が党を挙げて応援しねえからね。テレ朝ワイドショーで玉が通る。蓮舫石丸票を合わせたより小池は少ない。都民に信任されてなかったというのが結論。なんか変な理屈で勝ったって言ってるんですけど、どういう理論か全然わかんない。結果に不満っていうことだけはわかりましたね。世論です。などと意味不明なことを供述しており、悔しいの、悔しいの。こいつただのバカ。やっぱり玉川は中国共産党員だった。なんで全然関係ない数字合算しちゃったの？相変わらず気違いだな。なんで一人分と二人分比べんだよ。ちょっと何言ってるかわからない。大丈夫かこいつ。頭おかしいと。少ないって言ったってね、微差なんですよ。小池291万8015票。石丸蓮舫足すと294万1625票。3万票しくらいしか。微差、それで勝ち誇った。られてもね、そもそもなんで石丸と蓮舫を足さないといけないのかが全然わかんないですね。まあ玉川徹のバカな負け惜しみっていうことだけなんですけど、それで言ったら小池はですね、同じく朝鮮人追悼行事出席に反対してる、玉神さんと合算しないといけないんじゃないですか。実質勝利って叫びたいんですだろうけど、無理筋すぎだな。玉川正気を疑われること言っちゃってね。玉川徹は朝日社員、朝日新聞社員なだけで、何の専門家でも何でもないんだが、一体どういう資格でね、どういうわけで長年ワイドショーに出てんでしょうね。こいつの顔映ったら不快でチャンネル変えるっていう視聴者も多そうですよね。いつも文句ばっかり言ってるからね。NHK 最新政党支持率。自民 28.4% プラス 2.9%。立憲 5.2% マイナス 4.3%。 おー。維新 3.6、プラマイゼロ。公明 3.1 プラス 0.7。 共産 2.6 マイナス 0.4。 民民 2.1 プラス 1.0。 都知事選でなんかおとなしくしてた自民公明民民が微増ですね。立憲がなぜか半減、えげつないな。 9.5 から 5.2 に、下がっちゃった。共産も減少ですね。蓮舫がテレビに映りまくったせいでしょうかね。世論です。立憲えげつない下がり方。共産党パワーすごいな。逆に何したらこんな下がるの。マジで蓮舫の影響なのかな。蓮舫まさかの自民アシスト。蓮舫効果か。共産党と組んでるじゃダメだろう。LGBT やらフェミやらマイノリティに媚びた結果でもある。支持者の柄の悪さが影響している。補選参照して政権交代って鼻息荒かったけどどうしたらいいっけ。蓮舫の選挙活動がとにかくキモかったらしいんですよ。高齢者を中心にですね、音楽に合わせて踊っちゃったりなんかしてね。蓮舫がテレビ映りまくって嫌悪感が増したせいかなっていうのが、まだまだ民主党時代の不景気と失業率忘れてない人も多いですしね。
なんせね、あの民主党政権としたらオウム真理教以上に日本を破壊するテロだったもんね。何回でも難民申請続けていいですみたいな、そんな変更しちゃったりしてさ、経済財政運営と改革の基本方針2024年、閣議で承認されました。2030年までに観光客6000万人、消費額15兆円を目指すが盛り込まれました。今4000万人ぐらいですね、あの訪日観光客ね。世論です。途上国っぽい。観光に耐える国になるのは危険。病気持ち込まれるからやめとけ。日本人に迷惑かけなきゃいいが、韓国で食える人は限られているのでは。観光はいいんだ、住まわせるな。誰が提言してんのこれ。もうオーバーツーリズムなんだから、円安にしてまで呼ばなくていいぞと。トップの産業のトップの自動車産業が17兆円規模なんですよ。これに迫る勢いですね。15兆円儲けるってね。しかもあの外貨の直接流入なんで、国内であの金が回ってる自動車産業よりも経済効果が段違いであります。例えて言うなら、まあ、あの回ってる洗濯機、自動車産業はですね、その周りを速くする、効果がある。外貨、観光によるあの金の入りは洗濯機に水を注ぎ込むっていう、違いがありますね。観光業は裾野が広くて多くの人が関わってるからよろしいんじゃないですかね。あとですね、水の量、流通している金の量は変わらない。不景気でも好景気でも、何が違うかっていうと、不景気っていうのが、金の周りが遅い状態なんですよ。つまり洗濯機が手洗いモードになっている。で、景気がいい時って金が、洗濯機の水がすげえ勢いで回ってるっていう違いがありますね。観光客3000人は安倍総理が推進してた政策でした。とっくにもうそれ達成しちゃいましたけれども、外貨を呼び込むのはいいが、庶民にもそれ回ってくれるようにしてくれよ。税金と国庫と年金でアップアップですよ。あと光熱費ね、電気代。今日の単身です。安倍総理を撃った弾丸が発見されておらず、山上被告の裁判がさらに伸びる可能性。年内の初公判は無理との見方も。それもこれも初動に失敗した奈良県警のせいですね。現場検証を2日後にやってんだもん。しかもその間雨なんか降っちゃうしね。弾丸があろうがなかろうが、あんだけ映像証拠あんだから有罪にできるはずだよな。銃本体も持ってたしね。裁判官はどんな判決出しても右も左も騒ぎそうだから、軽めの判決出すと右が騒ぐし、重めの判決出すと左が騒ぐし、自分の定年まで開かせないつもりなんですかね。河野太郎の裁判みたいにさ、いつまで事前協議っていうか非公開で口頭弁論やってんだか。安倍総理襲撃現場付近に設置された献花台周辺で赤ヘルをかぶった若い男2人が、安倍晋三の追悼を許さないなどと叫び、お前に許してもらわなくたっていいんだよ別に。警察に取り押さえられる事件発生。追悼も許さないって言って何なんだ。日本人はですね、個人に恨みがあってもそんなこと言わないですよね。死んだらみんな仏様なんだからな。犯人どもは墓を暴いて鞭打つような民族でしょうね。そういう例いっぱいあるけどね、そうとしか思えないんですよね。立憲の仙台市市議会議員大沼悦子50歳が万引きで議員辞職。この人が掲げていたのがこちらであります。ツイッターのプロフィールに、掲げてた労働者が主人公、反格差、反貧困、反核平和、反戦、反差別、ジェンダー平等、パートナーシップ制度、選択夫婦別姓、脱原発、水は命、命を分けない女性の声。パヨてんこ盛りですね。万引きで店や生産者に迷惑かけることは言ってた綺麗事とは矛盾しないんですかね。この人ね、綺麗事考えてたけど、政令指定都市の仙台市議会議員の報酬はですね、1,339万円、県会議員並みですね。金に困っての犯行とは思えない。盗癖っていう病気ですかね、窃盗癖。マイナンバーカード発行総数1億枚突破。なんやかんや批判がありますけれども、8割の人が所持するようになりました。皆さんもお持ちでしょうか。私は東京に来てですね、運転免許失効しちゃったんで、身分証ないくて不便だったんで、早めに作りました。面倒でした。12月で保険証が
全部切り替えになりますんで、持ってない方はお早めに作られた方がよろしいかと思います。面倒ですけど、超面倒ですけど、というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。